宿の用意があるって言うけどさ、レナの鋭だよ。いいの、信じて。だからって今から町の外で野営ってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど、寝込みを襲われでもしたらどうするの？それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく、敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう？擦り切れた毛布、硬い寝床、臭くてまずい食事。何の話？労働の見返りさ。カラグリアじゃそれが全てだった。ここももらえるものは同じなんだろうが、質がまるで違う。ついでに自由に使える時間まであるらしい。こんなのどう受け止めたらいいんだ？カラグリアがことさら過酷だったってことではないの？シスロディアだって同じさ。寒いから建物と衣服だけはまともだったけど、投稿記送りは懲罰だから、そもそも報酬なんてなかったしな。うん、あとは食べ物や生活の品を作るのが仕事だったけど、大半はレナのものだったし、見返りらしい見返りがなかったって点ではシスロディアもカラグリアと大差なかったよ。じゃあやっぱりここが変わってるのか。変わってるっていうか異常っていうか、でも奴隷には違いないんだよな。そうだよ、いくら喜んでやってるって言ってもさ、何が正しいのか。まったく頭がどうにかなりそうだ。スルド、テュオハリムか。今まで出会ったスルドとは随分毛色が違うな。キザなヤサ男っぽく見せてたけど、シオンの不意打ちにすぐ反応した。強いぜあいつ。ああ、さすがスルドの一角を担うだけのことはある。それに飯もうまかったしね。なんで褒めるの？相手はレナのスルドなんだよ。だが敵対する気はなさそうだった。そうじゃないわ、無関心なのよ。あらゆるものから距離を置きたい。私にはそう見えたわ。だとしてそれでどうするんだ？町も平和だし、言われた通り放っておいていくのか。そうだな、とりあえず今日のところは宿に泊まって考えよう。